差しの依頼が入ったな。メインシステム戦闘モード起動。ミッション開始だ。ルビコン解放戦線の輸送ヘリを破壊しろ。企業の傭兵だ。輸送ヘリの破壊を確認した。続けろ621。メインシステム戦闘モード起動。ミッション開始だ。目標を捕捉した。621、仕掛ける攻撃だ。解放戦線、いや独立歩兵か。
PC の撃破を確認した。621、仕事は終わりだ。起動しろ。システム戦闘モード起動。これよりメイラムグループ専属 AC 部隊レッドガンによる作戦行動を開始する。突入しろ役立たずども。独立傭兵かよ。野良犬の世話をしろってね。レッドガンも舐められたもんだ。関係ねえ、俺たちで終わらせればいい。目標一気破壊だ。よ、野良犬、お前のようなコッパは知らんだろうがな、俺たちレッドガンは壁の上にアサインされている。この仕事は慣らしだ。終わったら土着どもの要塞を落としにかかるのよ。ガンズ5、おまけとの交流に余念がないようだな。ついでに仲良く死守でもして、その欲回る下を縫い付けておけ。
戦線に着くことを選んだか。結果さえ出せば名が売れるのか。
メインシステム戦闘モード起動。ミッション開始だ。まずは友軍アーキバス部隊の露払いを行う。外区への進行を阻むガトリング砲台とその先のボース 400MT を排除しろ。壁上からの砲撃が激しい。621遮蔽をうまく使え。企業ども、何度来ようともこの壁は越えられんぞ。コーラリオ、ルミコンと共にあれ。
がレイブンか。あのハンドラー・ウォルターの子飼いらしいな。これも巡り合わせだ。共に壁越えと行こうじゃないか。重装機動砲台ジャガーノート、正面から攻めるのは得策じゃない。スティールヘイズのスピードで撹乱する。君は背後から叩いてくれ。来るぞ、引かれるなよ。メインシステム戦闘モード起動。
ミッション開始だ。周辺の機体残骸を探り、ベスパー4、ラスティとの戦闘ログを回収しろ。メインシステム戦闘モード起動。ミッション開始だ。周辺の機体残骸を探り、ベスパー4、ラスティとの戦闘ログを回収しろ。ベスパー4の実力を示す情報にはなるだろう。ログを解析する。メインシステム戦闘モード起動。ミッション開始だ。惑星封鎖機構の強制監査部隊を全て排除する。独立傭兵レイブン、ご協力に感謝します。後ほど合流しましょう。
行動は5、所属不明時。どこから出てきた？排除しろ。 SG の保証 MT だ。レーザーガンに注意しろ。
特務機体の全機撃破を確認した。仕事は終わりだ、621。お疲れ様でした、レイブン。あなたと共に戦えてよかった。しばらくぶりだね。あっち、ひただし。独立傭兵レイブン、先日はありがとうございました。また会いましょう。戦闘モード起動。証拠は残すな。目撃者は全て消していけ。コード15、侵入者を捕捉。敵は兵士短期だと。どこの所属だ。選択は後にし、迎撃を開始する。なんだこの AC は。故障部隊はどうした。コード18、総員戦闘配置。四方から狙い撃ちにされるぞ。621、機動力を生かせ。コード31C、被害甚大。情報を更新する。指定する方向へ向かえ。見えるか、あれがウォッチポイントの制御センターだ。目標はその内部にある。侵入しろ。貴様は。待て、621、背後からも狙われている。ハンドラー・ウォルター、お前には後で消えてもらう。まずは猟犬からだ。 C1249、 独立傭兵スラ、第一世代強化人間の生き残りだ。暗号通信、周りの機体もスラの制御。
確認した。621、あとは不明機体を殲滅しろ。システムダウン、完全停止です。レイブン、見ろ、621。
化人間死。六十も死にぬ。レイブン、あな、坂か。侵入方法。メインシステム戦闘モード起動。マーカー情報を送信しました。上層につながるリフトを目指しましょう。人物について待ってたよ、ビジター。約束通り歓迎しよう。一筋縄ではいかないよ。
通してやるよ。行きな。次はどういう魂胆でしょうか。進んでみましょう、レイブ。ビジター、あんた向こうにいるだけ嫌いじゃないよ。でもさよならだ。やはり罠でした。私たちは不幸な出会いだった。あんたとは仲良くした方が賢明みたいだね。上層に行くんだろう。案内しようじゃないか。この灰かぶりのカーラがね。メッセージ一件。以上だ。レイブ、テコ。世話になったね。あんたを上層に案内する約束だが、その前に人。あなたのハンドラーに無断での出撃が連続してしまいましたが、
戦闘モード起動。始めるよ、ビジター。いやしいコヨーテどこに設置されたハッキングドローンを残らず破壊するんだ。レイブ、手早く対処しましょう。セキュリティ突破状況は今のところ 10%。 目標の破壊を確認。あと4機です。早速一つ潰したようだね。その調子で頼むよ。目標2機破壊。ガンドの技術が欲しいのは分かるが、やり方が面白くないね。衛星軌道からインフラ丸ごと引っこ抜くくらいの気概を見せてもらいたいもんだ。その連中はうちが開発した MT を使ってる。マーケットで売れ線ならさ。目標の破壊を確認。あと2機です。よし、そろそろカウンターの仕込みを始めようか。邪魔者は消えた。次はてめえだ、野良犬。いい手袋、ガンダー 50%。 30%。
20%。 リペアキット残数3。通信を行っていました。内容を解析できないか試しておきます。新着メッセージ一件。レイブン、あなた。戦闘技能検証プログラムナンバー19。メインシステム戦闘モード起動。
メインシステム戦闘モード起動。戦闘技能。メインシステム戦闘モード起動。あなたと出撃。メインシステム戦闘モード起動。始めるよ、ビジター。伝えた通りだが、案内は任せな。あんたには恩を売っておくのも悪くない。私らの縄張りじゃない。わかるかい？封鎖機構が衛星軌道から睨んでやがるのさ。ドーザーってのは総じて頭のネジが緩い。度胸試しに向かう奴もいたが、結果はお察しさ。上層に到達しました。マーカー情報を送信します。カールの言う通り、この高度は
封鎖衛星の狙撃機。八駅禁止区域への侵入者を検出。対象を排除します。リペアキット残数2。排除します。残り 50%。ここからは隠れる場所はなさそうだ。強行突破するしかないようです。焼かれるんじゃないよ。極めて出力の高いレーザーです。注意、ネイブ。やるじゃないか、ベジタ。封鎖機構の警備システムのようです。侵入者が衛星狙撃地点を突破。脅威レベルを引き上げます。カーゴランチャーまであと少し。封鎖施設に接近する侵入者を検出。せっかくだ、ついでに掃除を頼もうか、ビジター。気に入らない上の住人には退去してもらおう。聞く。
待ってください。適正反応。
戦闘技能検証プログラム。メインシステム戦闘モード起動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 。目標の撃破を確認。検証を終了します。お疲れ様でした。
レイブン、これはオールメインシステム戦闘モード起動。しました。機動力に特化したピーキーな構成、乗り手を選びそうな機体でした。メインシステム
戦闘モード起動。ミッション開始だ。壁を制圧した執行部隊を全て排除しろ。AC キャンドルリーダー
しました。終わったようだな。621本来の仕事に戻れ。リペアキット残数2。部隊は何をやっている？各員に伝達。どうやら外部通信が妨害されている。現有戦力で対処。 HC 起動まで持たせろ。システムとの接続復旧を急げ。